あざっす。はいはい。何にも話す内容は私は今日はありません。でも暇だから開けた。コロナ、飲んでるやつでしょ。フリースローのノースペースだ。はい、いらっしゃい。マシンの話わかんねえ。そんなもうそんなこと言ったらね、もう私にはわかりません。対応アバンジャーいらっしゃいな。何か忘れてた。昼夜逆転？いや、昼も起きてるよ俺。うん。ブロック祭りだな今日も。クソどもは。ご力ありがとう。あ、でも地球上で進む時間の1秒と宇宙空間で進む1秒の長さは違うと聞いたことはある。うん。
未来は起こらない事象だからね。過去は起こった事象だから。うん。演出すればできるかもしれないね。未来わかんねえもんな。だいたいタイムマシンに乗ってよ。その加速度に人間なんか耐えれねえよ。中でぺしゃんこだよ。一旦粒子になる。でもまた戻るのか。やめれや、それ。あ、ありがとう。殴る。決まった。あざーす。怖いじゃねえから。タイムマシンだったら競馬場に行くわ。それは当たり馬券先に買っとくってやつかね。やめれや、そういうの。やめなさいっつう。ずっこしちゃダメだっつう。ライム挟まないよ、そんな。なんで飲みにくいじゃねえかよ。あの頃に戻りたいと思うことありますか？別段ないね。俺今でも今特段なんか不幸せと思ってないから、意外とボケてんのかもしんねえけど、うん、その辺ちょっとイカれてんのかもしんねえけどな。俺なんかいっぱい戻りたいのはありそうなんだけどな。大体よ、戻ったらよ、俺の性格だったらもう一回同じことをやるよ。二回やるのは辛いぞ、一回の人生で。マジで。そのまんまでいた方が面白いっちゃ面白いけどな。リュウジいらっしゃい。ありがとうございます。コンティ。ノリトモ。お前ブロック入れられたいの？ほんならろ。出んじゃねえぞ。あよー、リュウジありがとう。
だったらてめえ、コメントの書き方考えろよ。なるほど。俺気分悪いだろよ。ん？俺が気分悪くなるの分かってるコメントを書いてんの、把握して書いてんだからな。じゃあね、分からずに書いてるわけじゃねえだろ。ある意味俺への嫌がらせだぜ。なあ、高くいらっしゃい。佐野さんの子さんリスナーはもっと気分悪くしてます。ああ、いいんじゃない、来なくていいよ、そんな奴ら。どこが子さんなんだよ。誰だよその子さんってよ。呼んでこいよこの野郎。おめえらよなあ、身内同士でよ、ガチャ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 よ、金のトラブルばっかりやってたんだろうよ、クソがよ。カーリング、まあまあでもいいんだからいいんじゃねえの、うん、カトラン、いらっしゃい。ブー、やっぱビールで行くとゲップが出るな。さ、パラリンピックも終わってくんねえかな。なんかテレビ番組がさ、あの正常に戻ってくんねえと面白くねえよ。ブッシュ、いらっしゃい。うん、とりあえずビール飲んでる。うん、傍若と旅行に行くとしたらどこに行きたいですか。テレビ愛しすぎて。いや、うん、旅行に行くとしたら季節によっても違うだろ。うん、
ピックは誰かいたかな。走り幅跳びでがいるんじゃないか。あ、あれは違うか。あ、でもそうかな。あ、でも違うか。冬季だから。珍味団ってさ、お前小手半つけてるようじゃもうお前俺んとこ来ない方がいいよ。そんなものもう存在しないんだからな。いつまでも囚われてんじゃねえよバカが。ピリピリモードじゃないよ別に。普通に喋ってるよ。うん。いいんじゃないそれで。うん。だから珍味もな。お前みてえのが報告中みてえなので来なくてもいいよ。気分が悪くなるから。俺んとこも。わかった？お前がそうやって報告しに来ることでどういうことが起こるかがわかるのは未来が見えるだろ。それがわかってお前そういうことやってんだから。ん？かき回してんだよ。おい。うるせえな。てめえがやってんだ、今ここで。この野郎。みんなって言うな、この野郎。誰だよ。具体的に名前言ってこいよ、この野郎。誰だよ。呼んでこいよ、この野郎。誰だよ。誰だっつってんの、この野郎。いらっしゃい。名前を出すのは申し訳ない。だったら言うんじゃねえよ一言もよ。なるほど。クソ野郎が。中途半端な言えねえんだったら言わない方がいい。ガーコいらっしゃい。っていうかこれガーコって絶対に子さんだよな。多分。じゃねえとガーコってつけねえと。だろう。マジで。よし、あよう。よし、何飲んでんの？いつものアングルでもいいのでは？いや、もう、めんどくせえ、もう。で、これ三脚ちょっとぶっ壊れてんだよ。足があんまりカクカクってるから、新しいの関係なんだよ。今 2.5 脚状態になってるから。ビール飲んでるか。うん。多少のつながりはありますね。多少じゃねえだろ、もうガーゴっつったら。パラリンピックは終わってねえべや。
オリンピックは閉会式は終わったんだよ。佐藤さん、いらっしゃい。レオ、またオリンピック、あ、パラリンピックこれから2ヶ月らしい。うわ、またかよ、もう勘弁してくれよ。マジで。はい。なんだよ。まあでもパラの方が番組の構成上そんなに作り込まないから、うん、まあそういうことだな。